こんにちは、チャンです。今年の3月に香港ディズニーランドに行ってきたので、その様子をビログ形式にまとめました。この内容が参考になると幸いです。2日目は香港ディズニーランドに行ってきましたが、それはほぼ下見ですので、本日が実質初日です。なので、パークの1日とディズニーランドホテルの部屋を紹介しようと思います。荷物が多いということもあって、ディズニーランドホテルまではタクシーで向かいます。荷物がある方は注意ですが、荷物は1つ月6香港ドルの別料金が発生します。走ったこと20分くらいで香港ディズニーランドホテルに到着しました。荷物代込みで香港ディズニーランドホテルまで250香港ドルかかりました。香港のタクシーはクレジットカードを基本的に使えないですので、ここでは現金払いです。香港ディズニーランドホテルのチェックインが15時からなので、事前に荷物を預ける場合は、外にいる方に預けます。受け取る際に必要の券がその時に渡されます。パークオープンするまで時間があって、それまでロビーで少し休憩することにしました。約3年半ぶりの香港ディズニーランドホテルです。その時の記憶のまま、何も変わってない気がします。本日から9日間をこのホテルにお世話になります。通常だと高いですが、6月末までに2泊以上宿泊すると 30% オフなんで、踏ん張りました。ディズニーランドホテルの宿泊限定で朝ディズニーキャラクターと対峙ができます。また次回紹介させてください。今日はミッキーの出番のようです。大地を見学した後にパークへのシャトルバス乗り場に向かいます。ディズニーホテルからパークまで無料のシャトルバスが運行しています。だいたい10分から15分おき1本です。シャトルバスは基本的にこの黄色車体ですが、たまに例外があります。基本的に休園日じゃなければランホからのシャトルバスは他のホテルに経由せず、そのままパークの最寄りバス停に行きます。パークの最寄りバス停から降りて5分のところでパークの入り口に着きます。場所わからなくても一人の流れについて行ければいいです。この日、ちょうどディズニーマラソンがあって、いつもより混んでいます。イレギュラーな日であってもキャストの案内に沿って歩ければ良いと思います。ちょうど、今の赤い看板なんですけど、もし空港から直行して、パーク内のホテルを利用してなく、荷物を預けたい場合、パークの外で預ける場所があります。開園時間は公式の時間より早くなる時がありますが、この日は予定したオープン時間より15分早くオープンしました。朝の初動は様々ありますが、初めて朝からインすることということもあって、まずはミッキーとミニーに挨拶します。待つことだいたい1時間で自分の番に来ましたが、ちょうどミッキーとミニーの休憩タイムでした。ミッキーとミニーのペアグリーティングは毎日があるわけではないです。たまに単体ミッキーです。グリーティングの時間を公式アプリ上で確認できましたが、表示してない時間帯もやってる時もあります。マイケイマイレイホラー向きな3人生前に出てきたな。外野の黄色声援でした。途中近寄ってくれて動画を撮らせてくれました。もう幸せがいっぱいです。ミッキーとミニーへの挨拶が終わって、違うコスチュームのミッキーとミニーにも会いたくて奥に行きます。これに関しては公式のアプリに表示してないので時間帯は不明です。会えるかどうか運次第です。列ができてるからグリーティング自体はやってるけど、もうラインカットされました。
ちなみにこの時はミッキーとミニーで履くて、チックとデールでした。そして城に戻ってステージショーを見ることにしました。このショーは休園日明けてからスタートしたステージショーです。1日複数回やっています。多い時は4回程度です。ショーの動画はまた後日アップしますので、一部ハイライトをお見せします。パレードの場所取りに行く途中でめっちゃ人群がってる場所がありました。見に行ったらどうやらリーナベルの出し待ちの群衆でした。リーナベルがグリの施設が出たところでめっちゃ歓声が湧いてました。ちなみにリーナベルに会うにはスタンバイパスを取る必要があります。この日は取れませんでした。また後日紹介させてください。パレードを待ってる間に聞き覚えがある曲が流れて、どうやらミニショーが始まるそうです。日によって登場するキャラが変わります。この日はグーフィーとフルートです。正面の映像浜が後日にお見せします。いろいろ考えた結果、やっぱちゃんとした初回はこの場所から見ることにしました。休園日明けてこのパレードがやってましたが、ディズニーの100周年に合わせてミッキーたちは D100 のコスチュームで登場です。ちなみにこの曲はパリディズニーランドで使用された曲です。ランド聞くと結構耳に残ります。このパレードに出てくるキャラクターは一応日替わりになっています。何パターンがあるか分かりませんが、数回見ると何体が入れ替わっています。最後まで見てくださってありがとうございます。内容が少しでも役に立つと幸いです。コメントと質問がありましたらコメント欄に書いてください。次回の動画はこの続き、 D100 のグリーティング、
城のマッピングやディズニーランドホテルの部屋紹介です。 Twitter と Instagram に毎日ディズニー写真を投稿しています。概要欄にリンクを貼ってあります。よろしければ覗きに来てください。この動画をアップしたタイミング、ちょうど今年の香港ディズニーランド2回目を満喫しているところです。その内容も後日にまとめます。ではまたお会いしましょう。